こんにちは、くみです。今日はこの間の続きの、ぶどうの残りの部分を塗ってみました。前回と同じように明るいところと暗いところに大きく2つの色ぐらい選んで、塗っていきます。で、赤っぽい粒と紫色っぽい粒があるので、それぞれ色を、お互いの色に粒に乗せるようにしてやっていて、で、だんだん間の色を見つけて塗り重ね、で、指先ツールでこのようにぼかしながら進めていきました。ぼかすとなんとなくそれっぽくなってくるので、この辺で、あ、よし、いけると思ってやっていってますね。で、だいたい塗れたかなっていうところで、もうすぐハイライトを入れると思います。あ、この辺からかな。ハイライトを入れていくときは、結構多めに今回入れたんですけど、まず明るいところの明るい部分の、粒にハイライト入れて、で、次に暗い部分にハイライト入れてみたいな感じで、それぞれ赤っぽいところと青っぽいところで若干色を変えて、塗っていきました。で、暗いところに、ハイライト入れるときはまたちょっと暗っぽい色にしてやって、全体的に気をつけたのは、ブドウ全体の、明るいところと暗いところをの、場所をできるだけ崩さないように、明るいところは明るいところだけ、暗いところは暗いところだけっていう風に区別して色を選んで塗るようにしたら、最後まで なんとなくその、明暗のバランスを保てたので、ですね、そういうところが今回工夫したところです。で、今暗いところを、塗っています。前絵を習っていた時に絵の先生にこういう暗いところ影のところを丁寧に塗るといいよって、よく観察するといいよって教えていただいたので、それを今思い出しています。で、ブドウの茎軸の部分もちょっと気をつけて細かいところを表現するようにして、明るさもブドウの粒の明るさと比べながら調節しました。で、最後に器をちょっと描いてるのかな、違うか、まだちょっと全然整えてますね、ここね、なんとなく細かいところを整えて、最後に、器の、暗いところ影の部分をちょっと、調節しています。器は今回ちょっとあまり力を入れずに、ザザッとやりました。以上です。よかったらチャンネル登録してくださいね。Thank you for watching. Bye bye.